シャイム・スーティン、ハイム・スーチンとも、1893年1月13日から1943年8月9日は、ロシア生まれのフランスの画家。ロシア語での表記は、ハイム・ソロモノビチ・スーティン。主にパリで活動し、エコールド・パリの画家の一人に数えられる。スーティン自身が生前に羊を語らなかったことなどから、絵画を学んだ、リトアニアの出身と思われていたが、 1893年、ロシア帝国のスミラビチで、ユダヤ人家庭の11人兄弟の10番目として生まれた。父は修繕屋をしていたが、村では最も貧しい一家だったという。スーティンは体も弱く家の手伝いもできないため、兄弟たちから邪魔者扱いをされていた。そのような中で海外に興味を持つようになったが、貧困及び宗教的戒律を理由に絵を描くことを、 認められなかったことから故郷を去り、1910年から3年間、リトアニアのビリニュースにある美術学校で学ぶ。1913年、友人のピンクスクレメーエニュ、ミシェル・キコイーヌと共に、パリに出たスーティンはしばらく、エコール・デ・ボザールで、フェルナン・コルモンのアトリエに通い、エビール・ベルナールに指示すると共に集合アトリエ、ラ・リューシュの仲間と交際するようになる。そこでは、 マルクシャガール、フェルナンレジェなどが集団生活をしていたが、特にアメデオ・モディリアーニは野生児も同然だったスーティンの面倒をよく見ており、彼によるスーティンの肖像画が3点残されている。モディリアーニは1枚も絵が売れず、汚し屋と告評されたスーティンを知り合いの画商のもとに連れて行き、彼の絵の良さを説明して無理やり絵を買わせたという。後にフランス人のポール・ギオーム、 ポーランド人のレオポルド・ズボロフスキーなどスーティンの絵を扱う画商は現れたが、以前彼の絵はなかなか売れず生活は相変わらず貧しかった。また、当時パリに在住していた藤田嗣ぐとも信仰を持った。1920年にモディリアーニが亡くなったあたりからスーティンの作風に変調が生じる。パリでの人間関係を避け、1919年から1922年に かけて滞在した南仏セレで描かれた一連の風景画は構図、タッチともに激しく歪んでおり、精神的不安が反映されている。そうした中1923年1月1日、バーンズコレクションで、名高いアメリカの大コレクター、アルバート・シー・バーンズが、ギオームの画廊を訪れ、景気職人を見て、感動、画廊にかかっているスーティンの全作品を3000ドルで買い上げた。 バーンズは、スーティンはゴッホよりも、はるかに重要な画家であると絶賛した。アメリカで展示された、スーティンの作品は、大きな衝撃を与え、フランス国内の評価も一気に上がった。パリで最初の個展も開かれ、巨匠になったスーティンは、絵が売れ出してからは豪邸に住み、運転手付きの生活を送ったという。だが、晩年は再び貧困に陥り、1933年以降は、 ほとんど捜索しなくなった。1940年に、フランスに、ドイツが侵攻した後、ユダヤ人であるスーティンはケシタポから逃れるため、フランス中部の村々を転々とした。その過酷な暮らしの中で持病の異潰瘍を悪化させ、1943年に、先行性海瘍のためパリで手術を受けた直後に、没した。墓は、パリのモンパルナス墓地の西北一にある。 スーティンの作品は、風景、人物、生物など様々な題材を描いたが、どの作品も激しく歪められた形態、荒々しく大胆な立ち、幾重にも塗り込まれた、不思議な色使いが特徴である。人物画では、コックや、ボーイなどの名もなき使用人たちの絵を好んで描いた。また、生物画では、動物の死骸を好んで描いた。大学文芸学部の 信ぶ教授の話によれば、スーティンはユダヤ人ということも関係しているんだろうけども、屈折した思いを対象の中に反映させていく、叫びの芸術であろう。自分の中に不安とか、自分は未完成であるとか、常に内面に抱えて描いていたのではないか。人物画では労働者階級への思い入れも見える。経済的条件が良くなっても、常にアウトサイダーであり続けた。 不器用であるが、自分に忠実で、信念を曲げない。そういう意味では、最も純粋な画家と言っていいだろうと評している。また、どの作品にも、貧困と差別にあえぐ中での激しい心情と、焦燥感や苦悩が投影されている、とも評される。有名画家となったスーティンは、やがて自分が描いた作品のいくつかを、コレクターや美術館から取り戻すようになり、 その晩のうちに絵を引き裂いてしまったという。また同書には晩年は再び極貧に陥り、靴を一足しか持っていなかったスーティンの姿が描かれている。深見霊一郎氏のエコールド・パリ殺人事件の中では、作中人物が表したという美術書が引用されるが、そこでスーティンはエコールド・パリの呪われた画家たちを体現する存在として描かれている。スーティンその愛と、シガルド長。 ありがとうございます。